いやどうも。というわけでいやどうもチャンネルのことです。プロデューサー翔生です。ちょっとマジでお前動画回す時間、マジやってっから。今思い出した。俺もさ、これ寝間着なんだわ。したっけよ。先日、はい、俺の友達に監修というか、俺の友達のちょっとノリがあって、ああ、結婚祝いにいらないものをあげるっていうあイベントがあるんですよ。まあ毎回いらないものあげてたんですよ。ああ、昔はドラって時があるんですけど、ドラってあのボーンってドラマーでもいいんだよ。迷惑な大きさのものをあげるっていうイベントがあるんですよ。迷惑極まりない。で、先日あの結婚した友達がいて、さすがにちょっとネタも切れてきてまして、ああ、もうどうしようかってめっちゃ悩んだ結果、ああ、生ハムの原木あるじゃないですか。あるいね。の置く台。お、生ハムじゃなくて、生ハム本体はあげないで、台とそのナイフとそれの教本っていうか DVD のセットっていう。マジでいんねん。マジでいんねん。俺はいんねん。だって生ハムないんでしょ。生ハムはない。クソだよ。何の嫌がらせだよそれ。っていうのを結婚式の二次会で現物を Amazon から送られてきた箱をそのまま渡すっていう。それだって結構えかいよ。このくらいの箱をバカだ。あのそこで渡すっていう。あ、俺嫁だったら怒んな。うぜえマジでそれ。でそこの二次会で渡した時に、うん、まあ、他のその俺がプレゼントあげたメンバーじゃないやつらもいて、そいつらが、あ、じゃあ俺らがじゃあ生ハムあげるわっつって、あ、買ってくれるやつがいたんだ。そう、じゃあ俺らが生ハムあげるよっつって、なんと生ハム原木セットが完成したやつがいます。で先日コウタにメロンのシーズンじゃないんだけど、ああちょっとここの位置にメロン送ってくれって言ったじゃないですか。送ったよ。だからゴルフコンペの景品から一玉取って送ったわ。でその送ったメロンを生ハムメロンにしてもらったんですよ。ああ、生ハムメロン食ってくれと。という動画を撮ってもらったんで、ちょっと今日見てもらおうかなと。生ハム動画ね。いやどうも。小沼コウタのイヤストアマッチチャンネル。生ハム動画を生ハムメロンにした動画ね。そう、結婚式のお祝いで生ハムの原木と、ちょっと待って、ちょっと待って、何何何、生ハムの原木とってパセリフがパワーワードすぎるわ。生ハムの原木とのパワーワードすぎて、うちのメロンだってワード入ってきやしねえよこれ。なんだ生ハムの原木とつって、このセリフとこの絵面の強さ。あの、ちょっと待てーの止め方したわ。じゃ行きます、はい、結婚式のお祝いで生ハムの原木と小太郎ブサンさんからの美味しいメロンいただきましたので、生ハムメロンを作っていきたいと思います、はい、生ハムを切っていきます。これテクニックが、ね、いるんすよ。いやいやいや、素人が家で焼くことじゃねえよ。でもね、上手くなってんすよ。かなりね、練習、あの、この減ってる分は、あ、練習したんだ、この減ってる分はすでに。いや、シュールだな、これ。すごいじゃん。あ、半端ねえわ。すっごいむずいらしい。むずいだろ。これすっごいむずいらしい。しょっぱいでしょ、しかも。ある程度。えぐいね。固定カメラじゃなくて、奥さんが撮ってたね。奥さんがね。奥さんが撮っていただいてる。これ、俺の二人、仕事って何やってんだって話になってんだ、これ。しかもね、コロナで結婚式遅れてるんで、あのお子さんいるっすよ。ああ。一切行かないぐらいの、まだ一切行かないぐらいの子供がいる中、この生ハムやって寝てから撮ってくれたんです。とんでもないバカだね。しかもこの台、ここに刺すんだね。俺も知らんかった。こんな知らん。俺も知らんかったけど、だからこうね、こう切るときに力を入れても大丈夫で刺すんだなと思って。マジでこの台、これ以外の用途見当たんねえよこれ、うん。いや、だちょっと待って、本当にさ、お絵面が違いすぎんだって。何何、絵面がさ、さっきまでの絵面、これ強すぎんの、ここが。何、こう、おかしいだろ、このギャップがよ。おかしくない。はい、ではメロンですが、コタローブサンさんのアールスメロンですね。網目が深いものが、綺麗なものが美味しいって言われてるそうなんですが、とても網目が深くて綺麗で、とても美味しそうです。それでは切っていきたいと思います。はい、切ってみてください。多分売れてんの送ったからそれなりだと思うんだよな。
あでもちょうどいい。まあケツの方があれか。あそうそう種そうやって取って、そうそうそう。あまあちょうどいいな。あやっぱケツの方がちょっとあれだね。ちょっとね、うん。まあ贅沢切りしてもらって。はい。それでは2つ切り終えたので乗せていきたいと思います。すごいね。絶対やんない俺生ハムメロン。しかも原木から出して。すごいね。一番いい生ハムメロン。そうだよ。一番うめえメロンと一番うめえ生ハムで。そうだよ。完成でーす。自宅で作る製品ではねえか。自宅クオリティではない。もうスライスされている生ハムとは違って、ちょっと乾燥しているのか硬いのか。わかんないですが、ちょっと見た目はちょっと悪いかもしれないんですが、原木から切り出した生ハムと、そしてとても美味しいメロンの組み合わせということで、贅沢な一品となりました。それでは食べてみたいと思います。撮ってもらってる絵を想像するとシュート、めっちゃシュートすぎる。うん、メロンが甘い。とっても甘いメロンですね。すごい、なんかメロンの甘さが勝ってて、ちょっとよくわかんないのでもう一回もう一口食べてみます。すごい美味しいね。でも生ハムの感想一個もねえんだわ。あんだけ強そうな絵面してるのに。やっぱ甘いですね。最後の方でようやく生ハムの塩気とちょうど釣り合ってきて美味しいです。でもこれはメロンが美味しいのかな。ちょっとメロンだけ食べます。うん、正解だよ。本当に美味しい。うん、そうだと思う。すごい甘い。今ってメロンの季節なのかな。違うよ。そう、ちょっとずれてた。シーズンはもっと前なのか。とっても美味しいです。あ、ちゃんと全部食ったんだね。塩分かなけど、すっげえな。ごちそうさまでした。まあ、結論としてメロンがただただ甘くて美味しい、そう思いました。個人的には今回だけで言うと別々に食べた方が良かったかな。ただこれはやっぱり生ハムの原木と美味しいコタローブさんのメロンを買って食べてみないとわからないことだと思うので、皆さんもぜひ生ハムの原木とコタローブさんさんでメロンを買って試していただければと思います。以上です。あのちょっと待って、概要欄にさ、もうメロンじゃなくて生ハムの通販買ってるやん。概要欄うちじゃねえよそれ。生ハムだわ。いやでも言ってたじゃん、メロンが甘いからメロンが甘いじゃなくてもうインパクト負けなのよ。いくらあの近づけてメロンの網目が深いですやったって、こちら生ハムの原木ですって、あの出てきた瞬間のあのパワーワードか半端ねえから、マジでチーズバルとかにある。ご家庭でやっていただきます。ご家庭で気軽にやれるんじゃねえんだよ生ハム。ツイッターとかでも生ハムの原木があればそう幸せになれるみたいなのが結構一時期流行ってたんで、ぜひねメロンと合わせていただいて。いやーパワーワードすぎる。パワーワードとすごいインパクトの強い動画だったね。だってわざわざね、あの撮っていただいたので。いやしかもその後ろのその小生の友人のあのテンションがずーっとかかったから、またこう生ハムの原木の強さをね象徴してるね。というわけで皆さん、あの生ハムを、ゲットした際はあのメロンね送れますんで、もしあの生ハムをゲットしたよという方はご連絡いただける。あんまりいねえけどな。DM で生ハム買ったよって写真添えて送ってくれた方、俺無条件でメロン送る。うん、ない時期に上がっちゃうんじゃないか。ない時期にこの動画上がるから、あのメロンがある時期に忘れずにやってくれた人にはやるわ俺。メロン無償で送るわ。なるほど、うん、先着5名先着5名、あの生ハム原木買いましたって送ってきた人だけで。ぜひね、写真と記念写真写真、そう、記念写真と一緒に撮ってくれたらあの送ります。帰ってどうも。というわけで、いやちなみに皆さん、撮ってるのが夜中の3時YouTuber やってんな。皆さんこんな感じで茨城の魅力をね、こういう感じで発信する動画とかを撮ってみて、あと流行の最先端をね、生ハムメロンも最先端行ってますから、はい、こういう動画をやってきますんでね、面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をねしていただいて、1人5人に布教すると、はい、そうするとうちのチャンネル裏に登るようにいきますので、ぜひぜひ皆さん
応援のほどよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。